はい、どうもこちら渡辺です、今日はですねちょっと新しいですねワイヤレスマイクが、登場したということで、レビューをしていくんですけども、今回レビューしていくのがですねこちらですね、コミカっていうメーカーのビモ C っていうですね、ワイヤレスマイクになってます。で、今回こちらがですね、結構性能的にも高いんですけどもコストパフォーマンスも高いよということで、新たにですね今年の2月に新登場となりました。で、このワイヤレスマイクっていうのは基本的にはですねこう YouTube の撮影をねする人に適した機材になってます。YouTuber はもちろんですし、インタビューの撮影とかですね、そういった時にもね活用することができるデバイスになってます。ちなみにこちらですね、デュアルチャンネルの、ワイヤレスマイクになってますので、2人まで同時に、収録することができるっていうのも特徴です。ちなみにちょっとねスペック解説するんですけども、もちろんスマホでもカメラでもパソコンでも、このマイク使うことができて、 48kHz、24bit の、サンプリングレートの高音質を実現しているということです。ではちょっとですねどんな感じの製品になっているのか外観を見てですねその後使ってみるっていうところをねやってみたいと思います。では行ってみましょう。はい、じゃあちょっとね中身なんですけども、これを開けていきますと、はい、こちらがですね出てきます。これ持ち運びをするときは、このケースごと持っていくと便利なんじゃないかなと思います。で、はい、開けてきますと、よいしょ、この中に、必要なケーブルとかを収納できて、こっち側がですねマイクの本体になっているというところですね。ではちょっとマイクを取り出してみます。はい、こちらがですねマイクの本体ですね、これが充電ケースになってますということです。当然ながらマイク本体をこのケースで充電することができるので非常に便利というところですね。充電に関してはこちらのタイプ C で充電することができます。ちなみにですね連続収録可能時間はこのマイク本体こちらになるんですけども、マイク本体で連続で最大8時間の収録が可能です。なので8時間連続でねワイヤレスマイクを使うっていうのはなかなかねないシチュエーションだと思いますので、十分余裕を持って収録することができるということですね。で、さらにこのケースを併用していくことで、最大20時間収録することができるということですね。もちろんケースにしまえば、送信機も受信機も充電されていきます。あとはこちらのケース自体も適度にタイプ C で充電しておけば OK という使い勝手になります。で、あとね付属のケーブルがいろいろあってですね、こちらがカメラに接続する時のケーブルですね。こちらがですねスマホに接続する時のケーブルになります。あとこれがですねモニタリングできるようになってます。なので収録している時に、ちゃんと音が出てるかなっていうのを、これでモニタリングしながら収録することもできるということですね。あとはこの充電用のタイプ C ケーブルが1本入ってます。で、その他こちらですねモフモフちゃんとついてます。こちらを使って、風がね多いところで、風切れを、防止することができるということですね。これ2個ついてます。はい、それではですねちょっと中身を見ていきましょう。はい、オープンしまして、中開けるとねこんな感じになってます。結構ね角張ったデザインなんですよね。で、マイク自体がまずこちらです。非常にこれコンパクトなマイクになっています。で、取り出したらもうこの青くなって、これペアリング状態です。で、中央に入っているのが、これが受信機ですね。これを取り出します。はい、で、今これで、受信機と送信機が、1台ずつ取り出されているっていう状態ですね。で、取り出せば、もう自動的に接続されてますので、これを使って、もういつでもね、収録ができる状態になっているということですね。で、あと実際に使うときはですね、こちらのカメラの上に装着していきます。こういったね、カメラのこの周にですね、こう接続していきます。このクリップ式になってますので、これを、こんな感じで挟んでいくよと。で、こちらね、見ての通りなんですけども、上にこれモニターがついているので、今ボリュームがどのぐらいなんですかっていうのはここで確認することができるというのも特徴です。で、まず使うときはですね、こちらのマイクのこの受信機のこちらですね、3.5mm のこの端子のところにケーブルを接続します。で、カメラに接続するときはこのカメラ用の黒いケーブルをですね、カメラのこの赤いところですね、マイク端子の方に接続をします。はい。これでも接続は OK ですね。よいしょ、もうマイクがねこちら起動されてる状態なので、カメラ側のメーターを見ても、こんな感じで音が来てるっていうのが分かります。で、使うときはねこちらを、首元にねこう装着してあげます。はい、これでまずねちょっと音を収録してみましょう。はい、どうもこんにちは、渡辺です。こちらはですねコミカのビモ C で音声を収録しております。マイクの品質はいかがでしょうか。こちらがですね、通常のこの室内で収録している時の音声になります。普通にですね結構いい音でね収録できてると思います。で、やっぱ特徴はですねこのワイヤレスマイクなのでこのカメラから離れます。こう離れていって
ても、音をですね均一に、取ることができるっていうところが特徴ですね。なので、まあ、結構移動しながらの撮影とかをするときは、こういったワイヤレスマイクを使うっていうのは非常にこれね、YouTuber 的にもいいんじゃないかなと思います。まあ、最近で言うと、まあ、掃除機のね、レビュー動画上げたときなんかも、まあ、結構室内の中でね、移動したりしながら収録していたので、まあ、ああいったときはこのワイヤレスマイクを使ってます。まあ、基本一箇所固定で収録する場合は、もう固定のマイクでね、いつも収録してますが、移動が多い撮影のときは、まあ、こういうワイヤレスマイクを使ってると。いうところですね。あと音質に関して、まあ、これ一切加工していない状態なんですけども、いかがでしょうか。まあ、こちらがですね、通常の室内で収録している音声になります。ではですね、続いて、これですね、ちょっと面白い機能がついてるんですよ。ちょっとね、マイク戻しまして、まずこちらがね、送信機になるんですけども、ミュートがまずできます。はい。これ押すと、はい、赤くなってですね、今これミュートになってます。だから今ちょっと音取りたくないなっていう時は、まあ、送信機側で簡単にミュートにできます。で、これまた元に戻ります。はい。これもすごいところですね。で、あとこの下にですね、ちょっと面白い機能があって、これがですね、なんと、ノイズキャンセルの機能がついてます。で、これ押すと、はい、これ表示が今緑になったんですけども、これノイズキャンセリングされてます。で、どのぐらいノイズキャンセリングできるのかっていうところを、まあ、ちょっとまずは室内で試して、ね、この後ね、屋外でも試します。ちなみにですね、今ちょっと喋っちゃってますけども、ノイズは今この室内環境ではだいたい 40dB 前後ですね。まあ喋ってない時で 40dB 前後の、まあちょっと騒音があるというところですね。ここでじゃあ違いが出るのか。まずこれが普通にですね、ノイズキャンセルもしてない状態の音声です。じゃあちょっとノイズキャンセルしますね。はい、これがですね、ノイズキャンセルをした状態の音声になります。いかがでしょうか。まあ、違いあったかどうかチェックしてみてください。では続いてですね、あえてちょっとね、ノイズを流してみて、まあ、こちらのね、ノイズレベルを上げていきます。今これ喋ってるから上がってます。はい、今ですね、まず今 55dB 前後のノイズがある環境で収録しています。で、今、ノイズキャンセルなしの状態で収録しています。いかがでしょうか。ちなみにいつものマイクだとこんな感じです。はい、これまあガンマイクですね。では続いて、こちらの、ノイズキャンセリングをちょっと入れてみましょう。はい、こちらがですね、ノイズキャンセルを使っている状態で、収録しています。どうでしょうか。ソフトウェア、まあ、編集ソフトでは加工は一切していなくて、こんな感じで、収録することができています。これ実用的ですかね。こんな感じで、使ってみました。ノイズがちょっと多めのね、環境で収録するときに、どっちを使った方がいいのかっていうところで参考にしてみてください。はい、ノイズキャンセルをちょっと元に戻しまして、じゃあ最後にですね、ものすごいうるさい環境で使ったらどうなるのかっていうところもチェックしました。だいたい 70dB を超えるぐらいの、まあ、空港の屋外テラスの、まあ、飛行機が常に飛んでるような場所でね、収録してみたのでチェックしてみてください。かなりうるさいんですけども、どのぐらい聞くんでしょうか。こんな感じです。はい、ということでですね、ちょっとコミカのワイヤレスマイクを検証してるんですけども、今ですね、実はこれ羽田空港にいるんですよ。なので、羽田空港の屋外にいるんですよね。なのでこれがまずデフォルトの状態ですね、何もいじってない状態になるんですけども、ちょっと ねノイズキャンセルをかけてみたいと思います。はい、今ですね、ノイズキャンセルをかけました。なんかメーターを見てる時点で全然ノイズがね乗ってないと思うんですけど、すごくないですかこれ。なのでこれあると結構ね、環境音とかがうるさいこの屋外とかでね、撮影をしたいっていう時に非常にですね、大きいメリットに、ね、なるんじゃないかなと思います。ちなみにちょっと離れてみましょうか。少しね、こうやって離れていても音声が普通にですね、聞こえているんじゃないでしょうか。もう結構ね、何十メートルも離れてますけども、こんな感じです。まあワイヤレスマイクなんでね、こうした撮影ができるということです。で、環境音は相当大きいです。今ですね、環境音が 75dB ぐらいあるところです。まあ飛行機が飛び立った状態ですけども、こんな撮影ができてます。はい、ちょっと戻りますね。はい、戻ってきました。まあ、今ね、こんな感じの場所にいます。まあ、ちなみにね、もう一回じゃあ普通の状態に戻しましょうか。はい、これでね、ノイズキャンセルがなしになったので、まあ、いかにさっきまでノイズがカットされていたのかっていうのがわかるんじゃないでしょうか。通常はこんな感じです。
はい、ということでチェックしてみたんですけども、さすがにですね、70デシベルを超えるような、結構うるさい環境になってくると、ちょっと厳しいなっていう感想ですね。ノイズキャンセリングを入れると、まあ、機械っぽくこのノイズをね処理している感じが声に現れてしまっているので、ちょっとこれはねやりすぎ感がね出てるかなっていうふうにも思いました。なのでこちらを使ったノイズキャンセルを、まあ、どういったシチュエーションで使うのかっていうと、まあ、ちょっと屋外で例えば50、60デシベルぐらいとかでね、使ってあげるといいのかなっていうふうに思います。でもしくは、まあ、普通にねノイズキャンセリングを使わないで、後処理で使ってもいいですし、まあ、使い分けをしていくっていうのがね大事かと思います。であとこれ、まあ、しばらく使ってみて、実はこれだけを使って、まあ、サブチャンネルを撮ったりとかいろいろ検証してるんですけども、マイク単体の音質は結構いいと思います。ラベリアマイクとかを接続せずにこのワイヤレスマイク単体で使いたいっていう方はこれ結構音がねそもそもいいので、まあ、そのあたりでも、まあ、信頼して使えそうだなっていうふうに思います。でまあ気になる点としてはですね、まあ、このマイク単体で収録する機能がないので、バックアップをですね別途取っておくっていうことはできないです。基本的に、まあ、カメラに接続をしてカメラ側の映像と一緒に、音声を収録していく形になりますので、まあ、バックアップを別ファイルで取っておくっていうことが、できないというところは、まあ、一つね気になる点かなと思います。ちなみにこちらですね、ちょっと音声戻しますけども、あのラベリアマイクはですね接続できません。基本的にこれ単体で収録していく形になるので、まあちょっとお気に入りの、ラベリアマイクピンマイクを使って、収録していきたいっていう時は、これは使うことはできないというのも、ポイントなので、まあ、あくまでもこれ単体で気軽に収録したい、気軽かつノイズキャンセルとかそういった機能も使ってみたいって時に、まあ、選んでみるといいのかなと思います。この販売価格についてなんですけども、こちらのモデルの販売形態には実は3つありましてですね、まずですねこのケースなし受信機と送信機の本体を1機ずつっていうパターンがあります。まあ、充電するのには普通に USB のケーブルで接続して充電するっていうタイプですね。こちらだと 16,280 円となります。チャージングケースはなしで受信機1つ送信機が2つっていうパターンですね。こちらは 21,120 円という価格になります。まあ、2人とかでね収録する可能性もあるよっていう時の環境ですね。まあ、充電ケースもね含めた、まあ、フルセットになってくると、価格としては 24,750 円という価格になります。この価格ってですね結構このライバルのデュアルチャンネルのワイヤレスマイクと比べるとあのコスパが結構高いというところになってくるので、まあ、今後ですねこの YouTube の撮影にね使ってみたいという方なんかはチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。ということで、ね、今日こんな感じでコミカの新型のねワイヤレスマイクのビモ C っていうねマイクについてレビューしてみました。この動画良かったら高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。